あれ、なんですかこのムッキムキの男性と大量のハンバーガーは。うわ、気持ち悪。ロブロックス内のイーティングシミュレーターっていうゲームを遊ぶよ。とんでもないゲームの予感。それじゃあゲームスタート。それではレッツイーティング。うつ主さん、なんですかそのシャーペンの芯みたいな体型は。私シャーペンの芯みたいになってるの。あんた転んだら一発アウトよ。ちょ、他の人みんながっちりしてるけど。お前体重1キロだってよ。よく走れますね。なんか食べて体重増やさないとダメなんじゃない？ PK ありかよ。まさか踏まれて死亡するとは。そりゃ体重1キロならありえるわよね。早く体重を増やさないとまた踏まれますよ。あ、このハンバーガー食べることができる。なるほど、これを食べて皆さん太らせているんですね。1位の人なんて見てよ。2875キロよ、化け物かよ。私もようやく7キロになったよ。喜んでいる場合じゃありません、後ろの方が。じゃあ、このイーティングシミュレーターって、食べるだけの戦いじゃないみたいね。どんどん食べて体を大きくしてください。わかりました。あなたはもう十分ですよ。私もあの体型になれるよう頑張らないとね。あ、同じ見た目の人が追いかけ回してる。あんた、ちょっと痩せてるからって息にならないでちょうだい。あれじゃ洋服がかわいそうね。ムキー、ここでは太っている方がいいのよ。だとしてもその体じゃ家にも入れないわ。あっはっはっは、あんたなんて簡単に踏みつぶせるわよ。とんでもない光景を目撃してしまったよ。ひぃー、さっきの人よりも倍以上にでかい人が。うわあ、その後ろにもっとでかい人がいるわよ。持っているハンバーガーも恐ろしいくらいに大きいですね。あのハンバーガー食べたら一気に太れそう。なんだこのシュールな映像は。イーティングファイトです。どんどん食べまくってください。バラバラになったんだけど。何が起きたのかわからなかったぜ。うぷ主巻き込まれなくてよかったわね。うん、きっとこの小ささだから助かったんだよね。コインを使って別の食べ物を購入することもできるんですね。コインを使うってことはハンバーガーよりも高カロリーで、食べると大きく体重が増えるんだろうな。ひぃ、また喧嘩だ。またバラバラだ。ようやく体重117キロになりました。100キロ超えてるのにまだ細いじゃない。100キロで痩せてるとか思っちゃうほど周りがぶっ壊れてるんだろうな。200キロ超えましたね。だけどまだまだ大きさが足りないわね。みんなどうしてあんなに大きいんだろうね。きっと24時間クリックしまくって食べ続けて大きくなっているんですよ。何かの腫瘍かよ。私もひたすらクリックするぞ。オラオラー、喧嘩上等。ちょ、ストップストップ。どうなってるのこれ。だー。倒しちゃった。あんな大きな人を倒せたなんて奇跡ですよ。この人も喜んでくれてるわ。見てすらねえだろ。あ、あれ、生きてる。またバラバラになったのかと思いましたよ。食べるか死ぬかですって。そう、今回実況するのはかくれんぼでもあり鬼ごっこでもある、食べるか死ぬかゲームです。なんでかくれんぼと鬼ごっこなのに、食べるんだ。ヨウムちゃん、説明よろしく。はいはい、任されました。このゲームの簡単なルール説明をします。この、食べるか死ぬかゲームでは、まずはじめに、鬼を一人ランダムで決めます。鬼以外の皆さんは逃げる側ということになります。鬼が決まってゲームがスタートしたら、制限時間まで逃げ切る、またはタッチします。制限時間まで一人でも生き残れたら逃げる側の勝ちで、逆に全員捕まってしまったら鬼の勝利になります。そして、このゲームで重要なのが、フィールド内の食べ物を食べまくって肉体を強化することです。逃げる側は、落ちてる食べ物を食べることで体がどんどん大きくなり、移動速度が上がります。食べ物を食べ続けないとどんどん痩せていき、移動速度が下がるので、どんどん食べて体格を維持していってくださいね。以上がこのゲームのルールです。話してたらなんだかお腹減ってきちゃったので私も食べてきますね。なるほど、だから食べるか死ぬかなんだな。鬼は食べなくてもいいのかしら。鬼は食べなくても体が大きいし、速いから大丈夫だよ。鬼はルーレットみたいに決められるんだな。今回の鬼はこの方。よし、絶対に時間まで逃げ切ってやる。3、2、1、
あれ、これスマブラだっけ？鬼ごっこです。パイ美味しい。あ、こっちにはホットドッグが。ハンバーガーも。お、おい太くなってるぜ。え、最初からこんなもんじゃなかった。いやいやいや、どう見てもでかくなってんだろ。お前の尻尾、大猿かよ。切っても縮まねえよ。不思議、こんなに太ってるのに速く走れる。どうなってんだか。おお、かなりのジャンプ力。食べれば食べるほど身体能力が上がっていく。凄まじい速度で痩せてリバウンドしたんだが。気のせい気のせい。あ、建物の中に入れたわ。ちょっとこの建物の中に隠れていようか。ちょうど大きな窓があるから外が見えるわね。鬼は一体どんな見た目なんだ。あ、向こうから走ってくる。アホみたいな大きさだな。それに地響きがものすごいよ。よかったー、向こうに行ってくれたわ。あ、あの辺ぶっ壊した。おいおい、鬼って建物破壊もできるのかよ。うん、建物壊せるしハンバーガー爆弾を投げれるよ。ハンバーガー爆弾ですって。なんだ霊夢、知ってんのか。知ってるも何も、ウプ主がかつて生み出したじゃない。次バーガーはいつから爆弾になったんだ。ハンバーガー爆弾は、その名の通り爆発するハンバーガーのことで、投げるとドカーンと大爆発して建物をぶっ壊すんだ。ひぃ、爆弾も怖いが破壊しまくってる鬼が怖え。ひょ、この建物の1階が壊されたわ。だ、大丈夫、まだ気づかれてない。おいおい、気づいたら生き残ってる人数が3人だぜ。ああ、2人になっちゃったじゃない。どうか残り50秒、気づきませんように。てかウプ主の体がすっかり細くなっちまってるぜ。この状態で追いかけてこられてもすぐ捕まっちゃうだろうね。ああ、残りウプ主だけよ。お、おいまさか見つかったんじゃ。なんで。こっちに向かってきてる向かってきてる。今投げたのって。ハンバーガー。は、ハンバーガー爆弾シャレにならないわ。明らかに鬼がこっちを狙ってたけど、まるで私があの場所にいたことが分かったみたいだったよね。ああ、体型も細かったし壁が四角になって外からじゃ見えなかったと思うがな。はあ、食べた食べた。おや、皆さん何かお困りのようですね。お前の体型も気になるが、隠れてたのに鬼が突っ込んできたんだよ。ああ、そういうことですね。鬼は、逃げている人がマーカーで表示されて見えるようになっているんです。さあ今回の鬼は誰かな。ウプ主になったりしてな。それなら余裕で時間まで逃げ切れるわね。マジか。なんか嫌な予感しかしねえ。じゃあ、大猿よ大猿。で、でけえ。どんどん壊してどんどん捕まえていくぞ。これじゃあ鬼っていうより進撃の巨人じゃないの。クリックでパンチができるんだね。あんなパンチを食らえばそりゃ死ぬよな。どこだ、全員捕まえてやる。逃げている人たちは9人ね。ああ、美味しそうな綿あめの木を。私の拳が美味しくいただいたから大丈夫。何言ってんだろうか。ひえー、こんなにでかいのにジャンプ力半端ねえ。だ、確かヨウムは鬼はタッチしろって言ってたよな。タッチの威力がすごすぎてバラバラにしちゃってるわよ。普通にタッチしているつもりなのにね。巨人の力って恐ろしいな。逃げている人がこの塔に集まっているわね。高い塔だから安全だと思ってだろうか。無駄だ、全部粉々にして倒してやる。ストレス発散になりそうね。羨ましそうだな。さあ次のターゲットは誰かな。みんな塔から逃げていくんだぜ。おお、ハンバーガー爆弾。とんでもねえ破壊力だな。この爆弾は強力だけど一定時間経過しないと使えないんだ。そりゃあこんなもんが無限に投げられたら一巻の終わりだな。じゃあ、お助け。お助けマン参上。殺人鬼参上の間違いだろ。逃げている人が小さいからタッチするのが大変ね。あ、これがヨウムの言ってたマーカーだね。本当に逃げている人の位置がわかるぜ。こんなマーカーがついてたらそりゃあ隠れてても見つかるわよね。さっき壊したお菓子の後ろにもまだ一人隠れてる。木はなぎ倒すわ、家はぶっ壊すわ。壁も破壊するわ。お母さんに怒られるわね。軽いな。そりゃあ、隠れていた人はなんでわかったのって思ったでしょうね。それは私のこの目がわずかな動きを捉えていたからさ。いや、マーカーのおかげだろ。あ、向こうに逃げている人発見。悪い子はいねえか。街を破壊しまくってるお前が一番悪い子だろ。やだ。このマップは私たちが逃げてたマップよりも建物が多いわね。ああ、逃げる側からしたら建物と建物の間を縫って逃げれるから、逃げやすくていいかもしれないぜ。くぅ、なんてすばしっこいんだ。おいおい、そろそろ時間がやばいんじゃねえか。BGM が急に速くなったものね。残り3人だから、ペースを上げて捕まえていくよ。ひぃ、
にしても随分と逃げるのがうまいな。私も目の前の現実から逃げる速度は負けないわよ。それ誇れることじゃねえ。さあ、あと二人はどこかな。あ、結構遠いところにいるわよ。この後ろが結構邪魔なんだよね。飛べたらもっと移動が楽になるのにね。それじゃあ鬼ごっこにならねえだろ。どこだ、素直に出てきてくれたら握手してあげよう。握手で体がバラバラになるぜ。いた、家の後ろだ。待てー、あの人うまいこと隙間を走ってるわね。このジャンプで一気に前を詰められたらおしまいだけどな。あと一人は向こうの塔だな。果たして進撃のうつ主が勝つか、逃げている人が勝つか、気になる結果は来月放送予定。今やれや。どやー、暗いハンバーガー爆弾。なあ、この塔を破壊するはずが。素晴らしい跳ね返りだったわね。嘘いやー、あと一人ってところで時間切れになっちゃった。初めて鬼になった割には検討した方だな。みんなもぜひ食べるか死ぬか、究極の鬼ごっこを遊んでみてね。よし、もっと遊んで鬼ごっこマスターになってやる。あ、どうもゆうとです。あんた、そんな体格良くないでしょうが。え、そうでしたっけ。ずっとボケんじゃないわよ。皆さん、こちらの画面見たことありませんか。ああ、食うか死ぬかのゲームだよな。ああ、言われてみたら、冒頭にゲーム名でカデカと書いてあっただろ。今回このゲームに僕が挑戦したいと思います。これって食べないとヤバいゲームなのよ。言うと大食いとかできるわけ。姉ちゃんにもできたことですし、僕もいけそうかなって。とにかく食いまくって体を太らせて体力をつけるんだぜ。今から動き回ってお腹を空かしておきます。さあ果たして言うとはこの地獄のゲームで勝利することができるのか。後半へ続く。前半すら始まってねえんだが。ルールはとっても単純。制限時間以内にこちらの条件を満たすだけです。さあじゃんじゃん食べていくぞ。食べ続けないとどんどん痩せていって移動速度が遅くなるんだったな。そうそう、ウプ主が建物の中に隠れ続けた時、どんどん痩せていって爪楊枝みたいな体型になってたわよね。やばい、鬼がこっちに向かってきてる。即座に鬼を見つけて引き返したのはグッドね。鬼はハンバーガー爆弾を投げられるから気をつけて。建物も軽々破壊しちまう恐ろしい爆弾だぜ。鬼の前を走ってるとすぐに追いつかれたり爆弾で攻撃される恐れがあるので、なるべく鬼が侵入しづらい建物の隙間とかを通って逃げたいと思います。ウプ主より賢い。いや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 、確かに前に私が逃げ回った時も建物と建物の間とか細い隙間に逃げ込んだら逃げ切れたことあったよ。鬼に見つかりやすい場所はできれば避けた方がいいかもな。ひぃ、今ものすごいジャンプをしてたような。うわぁ、真後ろで爆発だ。ちょ、追いかけられてんじゃねえか。やばいわ、このままじゃ鬼に捕まっちゃう。じゃあ、お助けー。まさかあんな隙間を通ってくるなんて。あれ、振動が弱くなった気がするな。もしかして、奇跡的に逃げ切れたんじゃない。生きてる心地がしない。本当に危ないところだったね。あの距離から逃げ切れたのは奇跡だ。うわ、今度は屋根の上に。はぁ、ひとまず安心できるわね。残り30秒で生存者3人になりました。一人でも生き残れば逃げるチームが勝てるから、なんとか動きまくって生き残ろう。そういや鬼って逃げてる人がどこにいるのかマーカーでわかる能力あったわね。そんな能力あるんですか。どこにいるのか一発でわかるんだよ。3人がバラバラの場所にいたら鬼も手が回らなくて逃げ切れるかもな。うわぁ、来ないでー。残り8秒。どうか僕を逃がしてください。さっきまでこっちに来てたのに向こうに行ってくれたのね。早く終わってー。おお、初挑戦で勝てた。やったー。弟よ、姉を見習ってちょっとバラバラになってみないか。ウプ主を取っていることを認めるんだ。2回戦も最後まで生き残るぞ。さっきみたいに細い隙間をかいくぐって逃げ回るのよ。建物の中に隠れ続けない方がいいかもね。あれって鬼だよね。おいおい、ずっとあの場所に立ってるじゃねえか。足が痛いのかしら。まだ始まったばかりなのに。どうも様子がおかしいな。もしかしてバグってるとか。それかゲームが始まったことに気がついてないか。ちょっと近づいて確認してみよう。おい、鬼さん大丈夫ですか。ひぃー、目がない。これはバグってる可能性が高いわね。それじゃあのんびり食べ物を食べるほのぼのゲーってことで、タイムアップも。動いたー。ゲーム始まったのに気づいてないパターンだったー。うわー、ほのぼのゲーから殺戮鬼ごっこに戻った。あ、勝てた。はぁ、こたつってなんて素晴らしいんだ。こたつを考えた人は天才だね。おい、ウプ主、ご飯できたぜー。あ、それならこたつまで持ってきてー、ここで食べるから。お前最
近こたつに入ってばかりで全然動いてねえじゃねえか。あんまり動かねえと太るぞ。ちょっと体重測ってみなさいよ。ちょ、これ何かの間違いだよね。嘘だと言って。体重が見たことない数字になっていて大変ショックです。大丈夫よ、このジムなら必ず体重を元に戻せるわ。ああ、なんてったって痩せるまで帰れないジムなんだからな。それは非常に頼もしいんだけど、それってめちゃくちゃハードなトレーニングを強いられるってことだよね。床が汗だくになるくらいにね。だな。さあ、うぷ主もトレーニングに参加だ。わーお。何もしてないけど。頑張りなさい。さあお前たち、死ぬ覚悟で体を動かすんだ。スパルタなんてもんじゃねえ。あまりの厳しさで、自販機ごとキャンディーを。怖い怖すぎるここのジム。うおお、キャンディー、キャンディーが食えて。バラバラになったうぷ主だったらあげるわよ。いらねえ。ジムの経験が今までないんだけど、具体的には何をするのかな。走ったり泳いだり。ものすごく走ることは分かった。おいそこ、何床に足をつけてんだ。床に足がついちゃダメなんですか。当然、ここのジムでは床に足がつくことは禁止、用意されてる障害物の上を歩け。なるほど、分かりました。なんかさっきから左で人の獅子が吹っ飛びまくっているんだけど。バグだ、気にする必要はない。バグ？恐ろしい光景だぜ。これからうぷ主もなるのね。いや、ならないよ。ちょっときつすぎやしませんかね。私だったらブチ切れてると思う。当たり判定クソデカ。ジャンプのタイミングはこれをきちくと呼ばずなんと呼ぶ。2番目まではなんとかいけるようになったんだけど、問題は3番。あまりの鬼畜さに、チャレンジしていた人がみんなリタイアしていきました。そりゃリタイアするよな。うぷ主にはリタイアなんて選択肢ありませんから続けてくださいね。鬼畜落ち着いてタイミングを見計らって。おお、成功したー。はっはっはっは、どうよ。喜ぶのは体重が戻ってからよ。この先まだまだ試練は続くわ。休みたい。そこ、休みたいなんて甘いことを言うな。鬼コーチ、次は水泳か。ビート板の上を駆け抜けるのよ。絶対痩せてやるー。ここに来てうぷ主のハートに火がついたみたいだぜ。思いっきり着地ミスってるけどね。今度は陸上。ここまでよくたどり着けたな。これが最後の課題だ。ハードルに引っかかってないのにどうしてダメなんだろうか。判定の基準はコーチしか知らないわ。今度はダメじゃないみたいだぜ。気持ちハードルから遠目でジャンプした方がいいのかも。なるほど、このハードルただのハードルじゃないってことね。まあそうだろうな。ハードルから目には見えない邪悪なオーラが出ているから近寄れないのよ。はい。邪悪なオーラに触れずにジャンプしなければならない。さっきの高跳びとかなり似ているよ。あれも邪悪なオーラが出てたのかよ。いけー。もう少しだ。今のうぷ主なら絶対にここを突破できるわ。ゴールはもう少しだ、頑張れ。ど根性じゃー。やったー。おめでとう、これでこのジムの全課題は終了だ。体重計に乗ってごらん。あれ、すごい減ってる。私は寿司屋に弟子入りをして毎日忙しくも楽しく働いている。対象は厳しい人だが仕事の腕は一級品で、私もいつかそうなりたいと思っている。しかし、気持ちとは反対になんだか最近体が思うように動かない気がしていた。大将や兄弟子にもちゃんと休めているかと聞かれた。一体私の体はどうしてしまったんだろう。なんでだろう。ちょー、ヤミちゃんどうしてそんなにガリガリに。ガリガリ。うわー、ヤミちゃんどうしたの。おいおい、そんなに驚くことか。左の人との差が。ヤミちゃんそんな体じゃ仕事もまともにできないわよ。そうだそうだ、今すぐ食べ物を食べて体重を増やそう。ねえねえ、君どうしてそんなに細くて小さいの。やべえやつかな。言い方よ。小さくて細いって言われてもな。最近仕事のことばかり考えててまともに食ってなかったからか。それにしたって周りの人でかすぎない。壁。
や、ヤミちゃんの体重があまりにも軽いから吹っ飛ばされたのよ。あんなに吹っ飛ばされてる人なかなか見ないよね。自分でもこれはまずいって思ったぜ。食べ物ならそこら中に落ちてるから安心して食べて。衛生的に大丈夫なのか。ヤミちゃんもたくさん食べてさっきの人たちみたいに大きくなるんだ。さあ始まりました、ヤミーさんの増量計画。道端にはピザやハンバーガーなど高カロリーな食べ物が落ちています。それらをとにかく食べまくって体重を増やしていきましょう。本当に落ちてるものどれもこれも高カロリーだな。おっと、ここでカッパの寿司屋の大将からお手紙が届いております。え、大将から。ヤミー、おめえさん近頃血と肩に力入れすぎてねえか。自分の体調管理ができねえようじゃうめえ寿司なんざ作れないぜ。しっかり食って元気になったらまた握りな。以上、カッパの大将からのお手紙でした。な、泣けるわ。大将、すいません、しっかり食べてきます。そうよ、美味しいお寿司のために頑張って。あれ、ヤミちゃんの体型が普通体型になっているような。高カロリーの食べ物を暴食しているおかげね。どうですかヤミーさん、何か体調に変化はありますか。あかん、全力回避だー。おーおー、見事回避したー。てっきりまた吹っ飛ばされるのかと思ってましたが、さすがですね。今なんか追いかけてきてなかった。気のせい気のせい。なんとか振り切ったか。うん、体が大きくなってたからなんとか振り切れたんだよ。高カロリーの食べ物に救われたわね。あれ、なんか私の身長高くなってねえか。見てない、何も見てない。あの人を逆に吹っ飛ばすにはどうしたらいいんだ。そりゃあの人よりも大きくならないと。あの人より大きく。うつ主のその一言でエンジンがかかったヤミーは、落ちている食べ物をとにかく食べに食べまくった。ちょっとヤミちゃん、もう少しゆっくり食べても。ちょっと待って。確かに食べた方がいいとは言ったよ。でもこれはちょっと、食べ過ぎなんてレベルじゃないよね。ハンバーガーでこうはならないでしょ。なんだ、建物縮んでねえか。ヤミちゃんが急成長したんだよ。ハンバーガーとピザで人間はここまで巨大化できることが証明されたわね。まさかここまで巨大化しちゃうなんて。気のせいかもしれねえけど、なんか体が重たくなった気がするんだよな。気のせいじゃないですよそれ。ちょっと霊夢、これ対象になんて説明したらいいと思う。成長期がたった今来てしまってとか言えば大丈夫なんじゃない。いや大丈夫じゃないでしょ。あれ、食べ物落ちてなくねえか。いやいやヤミちゃん、大量に落ちてますから。ヤミちゃんの体が大きくなりすぎて食べ物が小さく見えるんだよ。そうなのか、なんか食ってるって感じがしないんだよな。そりゃあこの大きさだからね。え、なにこれ。この季節、美味しいのは、そう、桜餅。美しい桜を眺めながら美味しい桜餅を食べませんか。今なら和風亭の桜餅が時間内食べ放題、どうぞこの機会にお越しください。桜餅の食べ放題か、美味しそうだな。そうだ、明日行ってみよう。ただいま。あ、ゆうとが帰ってきたぜ。どうだったかな、桜餅。一日でこんなに。あ、美味しかった。ダイエットだダイエット。ゆうとにはとある場所に来てもらいました。ちょっとどこ、ここ。まさか一日でお前があんなことになっちまうなんて。ちょっと、あんなことってどんなことですか。体が重くなったって感じねえか。そう言われてみるとなんだか重たいような。それもそのはず、今のゆうとは風船みたいに大きくなってるんだ。じゃあよく来たな。え、私のジムで鍛えればあっという間にマッスルボディを手に入れられる。たるんだお腹も一気に引き締まるぞ。本当ですか。ああ、だが、俺の考案したメニューはハードだ。覚悟するんだな。ハードなのか。でも桜餅の食べ過ぎで、自分も桜餅みたいになってしまったんじゃ情けない。この際、元に戻るだけじゃなくて憧れのムキムキボディを手に入れてやる。いい覚悟だ、頑張れゆうと。目指せ、筋肉ムキムキ。何やってくれてんだ。すいません、よそ見してて。まったく、お前のせいでジム内が水浸しじゃねえか。すいません。お客様、申し訳ございません。床の水にくれぐれもご注意してトレーニングしてください。僕は全然大丈夫なんですけど。あの人を助けてあげてください。溺れてる。ちょうど床が抜けてるところに水が溜まって池みたいになっちゃったんだろうね。水より先に床の修復をした方がいいじゃねえか。ちょっとしたトラブルが起きているけど、むしろ僕には好都合。水を避けるのにジャンプするから、これもいい運動になるよ。この鉄のバーに飛び移って移動しろ。
くれぐれも足を滑らせて水に落ちないようにな。はい、わかりました。それにしてもこのジム、私たちが訪れたどのジムよりもでかいな。うんうん、いろいろな設備が整っているんだろうね。はあはあ、もう休みたい。そこ、何甘えたこと言っている。このまま走り続けろ。僕も頑張るので一緒に頑張りましょう。水を避けながらなんとか1階を一周できたぜ。よし、それでは2階へ進むとしよう。何この紫色の液体。ああ、それは私がこぼしてしまったプロテインだ。けよ、階段をジャンプしながら登るの結構きつい。私がやったら確実に次の日筋肉痛で動けなくなるわ。おい、ちょっと待て、この水なんか湯気っぽいのが立っている気がするんだが。あっは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 、これは水ではなく汗だからな。うわあ、やばい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 。尋常じゃないくらいの汗の量なんだけど。私生まれて初めてこんな量の汗を見たぜ。前方にはよくわからん巨人もいるし。あいつの腹の中から脱出するのもトレーニングの一環だ。さあ思い切って食べられてこい。こんなのトレーニングじゃないでしょう。とは言いつつもしっかり進んでいくユートであった。なんだこの滑り台。キャー。もうほんと最悪な出方したんだけど。おお、無事に出てこれたようだな。それじゃあ次は飛び込みだ。休憩なんてこの人の中にはないんだ。あいつに食われるより飛び込みの方が全然マシだ。ここまで来ても根を上げない奴は初めてだ。ウプ主だったらとっくにギブアップしてそうだぜ。ユウトは意外と根性あるってことが分かったよ。まあね、ムキムキボディを手に入れたいから。俺のトレーニングメニューももうすぐ終わる。ラストスパート頑張れよ。はいコーチ、ありがとうございます。ウプ主もユウトを見習って食べたらちゃんと運動するんだぜ。もちろんさ。最後は一気に走り抜けろ。うおー、あれだけ運動したのにこんなに走れるの、気合だ。おめでとう、君は私の特別メニューを制覇した初めての人間だ。さあ鏡を見てみろ、驚きの体型になっていることだぜ。あれ、おかしいな。はあ、美味しいものを食べることってほんと幸せ。ストレス発散にもなるし最高。あら、誰かしら。はい、遊びに来たよ。お邪魔します。どうぞどうぞ。ちょっとあい、その姿。なにダイエットよダイエット。今ならまだ間に合う。ダイエットってどうして。あんた自分の姿を鏡で見てみなさい。私こんなに太ってたんですか。一体どうしてこんなことに。食べるとストレス解消できてる気がしてちょっと食べ過ぎちゃったみたい。大丈夫、私がいいジム紹介してあげるから、そこに行けば必ず痩せるわ。本当ですか。今すぐ行きましょう。ちょっと霊夢、ここ本当にジム。もちろん、ここでビッシバシ鍛えられるわよ。なんかキャンプ場みたいですね。屋外ジムだからね。一体どんなトレーニングをするんだろう。ちょっぴり楽しみ。お前、新人だな。ここはとある軍事施設内の訓練場だ。ここでビッシバシトレーニングして、お前の理想とする体型を手に入れるんだ。ここってただのジムじゃなくて軍事施設内の訓練場なんですか。霊夢勝手にここを利用しちゃっても大丈夫なの。大丈夫大丈夫、知り合いがいるから。知り合い。こらー、そこ、たるんでいるぞ。もっと足を上げんか。マリサさん。どうしてこんなところに。マリサこそここで何してるの。ウプ主まで、愛のダイエット目的でここに連れてきたのよ。おいおい、それだったらここじゃなくて普通のジムの方がいいだろ。いやいや、すぐ結果にコミットさせるにはガチなところじゃないと。私、根性あるので大丈夫です。そうか、何か困ったことがあったらすぐに呼べよ。マリサはどうしてここにいるんだろう。そりゃ教官を任されているからよ。マリサさん教官をやっているんですか。確かにマリサに鍛えられたら屈強な兵士が出来上がりそう。噂によるとマリサが育て上げた兵士たちは素手で戦車を持ち上げられるんですって。化け物かな、人間兵器ですね。ひぃー、何この渡らせる気がない吊り橋。吊り橋を渡ることでバランス感覚が養われるのよ。なるほど、体幹を鍛えるんですね。私バランス感覚ないからこういうのすぐ起きそう。落ちたらバラバラになるだけだから大丈夫よ。それ大丈夫じゃないよ。今度は落石。気をつけて。ああ、かすっただけなのに。ああ、危なかったです。いや復活できるんかい。ヘルメットなしでこれを避けるのはかなり危険ね。なんとか渡れたけど、私はやりたくないな。ぜい、はあ、ここってゴールは存在するんですか。もちろん、ちゃんと最初にスタートした小屋に戻るようにできてるわ。
へえ、ぐるーっと一周する感じになっているんだね。これはまっすぐ進んだらいいのかしら。そうね、まっすぐ進んで右から回ってくる感じだと思うわ。体は疲れているはずなのになんか気持ちが晴れ晴れとしているわ。食べることだけがストレス発散じゃないんだよ。そうね、体を動かすのも楽しくなってきたわ。うんうん、気持ちが変わればあとは簡単、ゴールまでひたすら歩くだけよ。おい、お前たち大丈夫か。で、ここまでよく来れたな。愛は根性あるからねー。普通の訓練兵はここまでたどり着けずに大抵根を上げるぜ。え、そうなんですか。ああ、今登っている柵も怖くて登れないってやつが多いんだぜ。まったく情けないやつが多いわねー。あ、他の方がたくさんいる。ああ、ここは立ち止まったら死のタイヤだ。それなら立ち止まらずに進めば解決ですね。なんという身のこなし。さすがよ、ウプ主も見習ってほしいものだわ。アイさんどうしたらそんな身のこなしになれるんでしょうか。姉としてのプライドはねえのか。最後はこの道をダッシュよ。うおーおー、ラストスタート。すごい、小屋までちゃんと戻ってこれたよ。おお、さっきの新人、よくここまで戻ってこれたな。素晴らしい。そして、なんか綺麗になったか。え、綺麗になった。マジかよ。私もここでトレーニングしよ。